三振が始めて1年ちょい経ちました。でこういう宿泊女村でもやってるんですよ。で三振をやるようになってから、特に沖縄好きで皆さん来てるのに、なんかいい出会いで、おもてなしっていう意味で三振で皆さんが喜んでくれたらなと思って一生懸命練習してます。だすごい、出会いが増えたな。で初めて会いますもんね。でこれで三振にいて一緒に共有、楽しい時間を共有できたらいいなと思います。本当に三振始めたばかりですから下手ですよ、よく間違いますよ。でも楽しい気分が皆さんに、沖縄の風と一緒に伝えられたらいいなと思います。茨の花かさあゆいゆい、お、納豆さな、納豆さシーサー。楽しいさ。